でっかいのいっぱい。でっかいのいっぱい。思わはった。もう今日岸川はもうちっちゃいのしかないですね。最大40センチぐらい。お、ちょっと40センチ。ボートに乗ってくれてる。あ、前に1回。そうですね。あれは良かったですね。全国でも本当なかったり、オンボートだから、これ、行ったこと言っちゃうんで、初乗船。そうそう、だからもう、結構、オーモンのポイント行ったら、オーモン徹して、そうですね。オーモンを選択的に釣るような釣り方で、船長の聞き場を頑張ってください。はい、頑張ります。着いたよ。着いたよって、今、船出したんだけど、そうですね。ゆっくり来て2分もうここでいいな。ポイント近。コモド君ことコモ、コモ君ことコモド君すごい釣り上手なんですけど、なんか昨日集中力が切れてて、とりあえず死ぬ時なんだね。タイプ的に頑張りすぎなんですよね。そうだ、釣りすぎて、うん、今日はもうすでに苦しんでる。今日は座るんで手下なお好きなもの。いつも足にされます。その色ですか。これか。それ昨日完全に当たってましたよ。これ当たってる。それとこっちだ。こっちが昨日よく。バンバンコマイトだ。こればっかり減ってるの。そりゃいいや。砂地のように見えて岩礁地帯なんだ。見たら砂だね。ねえ、砂地かと。俺はちょっとこっちの4グラム。レベイター。あ、来た。ちっちゃいけど来た。おトムなんで。ショウモンかな。なんだ。ショウモン。こっち。ショウモン。ショウモン。おお。ワンから何。ホロチカブラも俺一番好きだよ。大きい方ちっちゃい方。大きい方。大きい方。おお。呼んでるね。ショウモンか。一匹目。3.5 とか2.5とか。あ、来た。すー。ポールで食ったね、今。手止めて、喋ってて手止めた。ポールでかと思うんだった。イエーイ。さすが大きい。出てったー。抜けるか。よいしょ。ジョンハルト。イエーイ。よく釣ったね。だいぶカーブフォールさせて、もうボトム近かったですね。そっちは 3.8 インチのとこかな。ちっちゃい方ですね。はい。ホロチカブラを。大きいストーリーで神様作ってくれてる。まず正門、次が中門。中門。うん。で、お昼頃に。うん、キビナゴが、キビナゴがいるので青いのにしてみます。キビナゴブルー。キビナゴ、お、
コモコに来た。元大学ナンバーワンがコモコに来た。盛りすぎですよ。ガッシーです。どっち？いつ？どんな感じで来るか。ボトムからボトムに1回落としてリトリーブからのフォールで釣れました。車で来たの？はい、車で来ました。遠かったね。あー、でもそれこそ今言ってたんですけど、東九州道が通って最近まで来れるようになったからですね。何時間ぐらい？あー、やっぱでも3時間ぐらいかかりました。でも3時間。そうですね。3時間はあの日帰り圏内なんで。最近桜島とかも日帰りするようになったので。何を釣りに行くの？やっぱハタです。大物ハタ。大物ハタですね。大物ハタとアコウが。アコウもいい。アコウいいですね。思ったのと違う。ああ、違いますね。何もよくわかんないんで。本当ですか？アコはアコ。あ、本当ですか？アコは大きくなると全然効かないですね。大きくなると効かない。効かないです。もうひたすらに重たい。ビッグアコ。そうです。ちょっとやっぱこうショアから釣ってると陸が見えると暴れるんですけど、うん、ビッグバイトする。ビッグバイトショア。なんか面白いこと言ってください。求められても困ります。ボールドブレー。あ、これジグヘッドがゼスタの。そうそう、ゼスタ35グラム。35グラムでワームが例のやつ何インチですか？これ何インチですか？大きい方何インチ？4.8 と 3.8 です。あ、じゃあ 4.8 だ。 4.8 ちょうどいい。ちょうどいい。 4.8 ってサイズがあんまなかった。銀行は思い出すねよって来たもんね。楽しかった。面白かったね。ロッキーに惚れた瞬間だから超越でドスーは本当しびれたよ。あのタイミングでとっとと結び替えてやってるところがすごいドンピシャだったよね。で潮が動き始めの、こういう場所でね、船長ね、ここから釣るとするじゃん。例えばアポンテとかがいたら、で、まあボートからだと本当に広範囲に打つけど、おかっぱりの場合はどうしても自分の足元が固定するんだけど、どれくらいのリズムでどれくらいの距離を移動しながら打ったらいいと思う？あ、やっぱ1箇所で3から5投ぐらいだよね。3投5投こう投げて当たらなかったらもう、どれくらい移動する？うん、それ届かない範囲まで、そのキャストして、うん、で周囲、まあ、10メーター、20メーターぐらいの魚が寄ってくると思って、うんうん、やっぱりそうだよね。それで、なんだろう、アピールできてないところまで移動して、で、また投げるって感じ。僕もね、常々思ってた、あの粘りすぎてるよね、みんなね、おっかからやるとき、特に大物狙うときは、かなりテンポ早く後半にやった方が絶対的に有利だと思うね。完全に根から離れない魚は別なんだけど、丁寧に通していって、あの隠れてるところへリグを持っていかないといけないけど、オウムなんかね、こうベイトについてある程度うろうろしてるやつは手早くって感じ。あ、ここが釣りたい。ああ今度あそこ行って釣ろう。
ったぞ。消耗くんだこりゃ。ロッツンバイブ7グラムのソールで食ったね。スコーンって。消耗です、消耗です。おいしょ。ほら。面白い。ほら。うん。このサイズ釣るんだったらね、こういうリフで釣るのが楽しい。なんかやったった感があるね。いい、サンキュー。よいしょ。ありがとね。おい、またおいで。おー、元気元気。よし、次は注文。注文しよう、注文を。さえ渡ってますね。受けてくれるんだ、あんな程度で。敷居が低くてよかったな、今日。おー、来た。結構フォード追っかけてきたね、今ね。うん、で、ターンで。おー、ゴッチだ。ワームサイズと変わらないじゃないか、あんまり。ねそれ 4.8 インチ。そうです。4.8 インチ、ほら、もうあんま変わらないの。全然ね、でかいワームでも食うんだって。ね。そうですよね。いつも釣ってるから分かるでしょ。かわいいか。がっつりやった。うん、がっつり。勇敢ですね、ゴッチ君。ね、本当。これ、西日本じゃゴッチ。これが横浜へ行くと、はい、キャサリンになる。あ、キャサリン。アカネがキャサリンになる。ママ。ママ。こっちもね、リフトアンドフォールとかしてないの。ずーっと、ま、巻き。こうやって、同じ。メソッド全く一緒。今のジグヘッドリグなんか。10回ぐらい巻いて、止めて、少しこう、カーポールなり、まあ流れがあれば、ドリフトなんかさせて、つまりこう、ルアーの姿勢がふーっと安定した時に、ドンって食わせようというパターン。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10ってこう、少し漂わせて。で、来なければまた落とす。は、あの、チャターでやっても、ジグヘッドリグでやっても、今、鉄板バイブだけど。でも、一緒かなぁと。それが一番やってみてね、効率いいような気がする。で、一応これが黄金メソッドって言われてるわけなんだけど、なんとね、キジハタもカサゴもね、同じように釣れる。うん、島根県なんかでね、あの、磯から釣るときも、僕はチャターでこういう釣りするんだけど、みんながあの、そこ、お来た？はい、僕の友達、ガッシーおっ、シャイン強烈逆光入れ食いになっております、入れ食いガシやあ、ここはいいじゃん、ガシ天国になってるガシ天国ガシだな、ガシいいねガシいいですねガシ楽しいガッシー、巻きの釣りでガンガン食ってるね素晴らしい、うん、お、後ろでも来たもうボコボコヒットしてるイエーイ、ダブルヒットモンキーはプラグで釣ったことある、うん、カサゴあ、ありません結構釣れるんだね、プラグで釣れます、釣れます、うん、やっぱりもう同じような大きさのそれこそ超越とかも大きいじゃないですか。うん。あんなでも釣れますもんね。超越でカサゴ。普通のサイズの。普通のサイズ。面白そう。ああ、なるそこでだ。鉄板は吸い込みにくいみたいね。ガッシー君は。ワームの方はでかくてもあのスワルテールシャットは柔らかいからズボッと入るんだろう。テロンテロンだからね。なんか鉄板の方がゴーッと当たるのにいまいちノリが悪い。やっぱりワームの太さがあって吸うときにあのなんだろう、容積が大きい方が
水圧ってかかりやすいからかも。いいじゃない。いいね、いろいろいいじゃない。らしい。かもしれないですね。ボトムでバイトが結構あります。あ、バイトないじゃん。誰見ちゃうの。巻きでも当たってきますし、ホールの時に。はい、面白いよね、鉄板バイブがめちゃくちゃね。去年のジンベエで昭和ラインやった時にはもうすごかったよね、船長ね。ですね、聞いてましたね。パン入れたらバッカバカ。今これ5バイト6バイトでワンキャッチだもんね。ワンキャッチの後の5バイトが全部乗らないのよ。当たりはね、ワームと多分同じぐらい出てんだけど、乗りが悪いってことは何かが合ってない。はい、回せないときにフィットするんだろうね、これは。いや、もんじゃないんです。もんじゃない。うわー、ゴジラだ。でっかい。でかい。これはでかい。はー、しかっぱでかー。あ、すごい。イエーイ。巻きで食った。巻きで食ってました。ボトムじゃなかったですね。どれぐらい巻いて。あ、でも 2,3 回ぐらいですね。そのカゴですか。パン切り返しで、そうですね。ドンみたいな感じで。おほほほ。だいぶ突っ込みましたもん。だいぶ突っ込んで。突っ込んだです。泳ぎ稼ぐ。いやー、かっこいい。はーい。この宮崎って言ったら、ボールしか来ない。びっくりした。全部ボール。あった。甘えた。もうこの時カメラ回ってるから。はーい。イエーイ。お前も。もう買った。映ってない。結構そこから巻き上げてきましたよ。よいしょ。実はね、さっき一回当たったのよ。あ、そうなんですか。あ、来た。あ、今度はまあまあか、注文か。大物じゃない。注文。おまー。注文。注文通りの注文。うん。あ、寒さ。吸ってよ。吸ってよ。レオさんがビッグ送られた場所。送られた。ラーメンでかけて、あ、キシリは庭があって、わかると。あ、まさかかけてから。まさかのサーフで。ここはやっぱりレオンさんが投げてもらうと。あ、そうやん。あれですよ、リベンジ。リベンジ。リベンジ。ちょっと今、レオンワンポリ。レオン。レオンダント。注文。大きめ注文。大きめ注文。ほら。来ました。中注文ぐらい。中注文。集中トレーニング。ちょっとここから揺れますよ、少し。あそこ、知ってますよね、ウリス。あそこ、ウリスガ水道って言うんで。名前ついてて、羨ましいやろ。今日、ここで俺が180やったの。ここで座ってたんです。こういうふうに。で、皆さん、ゲストの方、後ろから、僕だけ前に出ます。で、そこで、ドーンって跳ねて、鼻が締め切りながら、こうなって、こう、さっきに。
回やりましょうか。懐かしい。なんか面白いこと言って。こういうライトタックル使った時に大きいの来るなっつうのね。本当にもうなんだ今のは。切れた。飲まれたね。あ、ザラザラ。おお。乗った。あ、すごいな。でか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 。でかい。でかい。リンタコフィッシュ。なあ。やさフィッシュ。拷問っぽいね。拷問っぽいですね。うん、コーナー君、はい。こうやるんよ。それ誰のそう？これですか。誰のでしょうね。そこにあったんで借りてます。俺のそうなんて言ったんだですね。ってことはルナーも俺のルナーだよね。そうですね、そのまま使ってますね。だから釣ったんだよね、やっぱり。ですね、やっぱルアーが良くないと釣れない。あー、すごい、でっけーじゃないですか。でっけー。よいしょ。抜けます、抜けます。おー、さすがさすがリンタコ船長。あーざーす。50ありがとうございます。そして、すいません。どうやどうややっぱり1,2,3,4,5,6 人乗ってて、やっぱ船長が釣るんだよ。お客さんまだ釣ってません。これが出ちゃいかない。ヤマハさん。ゴツマイブ入ってないですね。ゴツマイブ入ってないですね。すいません。あ、さっきのじゃない。さっきのじゃないです。あ、ゴツも入ってない。でも、多分これが食ったんだろうね。でかいのです。ガブ飲みですよ、ほら。このなんとかワーム。何でしたっけ、これ。スワールテールシャット。スワールテールシャットの、こんなカラーですよ。ホロチカブラウン。ホロチカブラウン、うん、今日は割とそれよく言うけど、はははは。スワールって渦っていう名前ね。へぇ、渦を巻き起こすテールのシャット。そうなんですね。スワールテールのシャット。へぇ、そこから何巻きぐらい。10巻きで20秒ぐらい止めてました。あれだな、そうか、聞いたみんな。10巻きって20秒も止めてたやつよ。そういうのちょっと変に言ったよってね。マネしよう。マネしよう。ちょっと前にそれで一発バラしたんで、うん、同じことで、同じことして釣れましたね。よし。はい。5分後に頼もう、君。はい、5分後に来いよ、俺に。だって僕に当たって、一回バラしてその後から、ってことは、結構いる可能性がある。岸に着かずの沖に訪問。
きますね。マコ。26m。はい、どうぞ。もう赤旗とか釣らないんで。おお。やったか。いったねえな。よしよし。よしよし。かけたね。行ったかな。行ったかもしれません。うん。肛門っぽいな。うん。おお、大物だ、大物だ。よし、よっしゃ。やったー。やったー。いいサイズ。さすがやねー。集中力がすごいね。そしてバス持ちするんだ。すいません。いいよ。あー、取れました。集中しましたね。集中してたね。はい、一回当たって、うん、合わせたんですけど、外れたというか乗らなかったというか。ちょっと潮が動き出してね、僕もショートカットになって乗らないんですけど、はい、だいぶ当たりは出たした。そうですね。だいぶで、まあそのままフォールさせたらドーンってきた。おお、フォールで食った。はい、フォールで。ちょっと活性がまだ本格的ではない。はい、ね、はい、ありがとうございました。おお、元気元気。通り出た。次はランカ。ランカ。そうですね。頑張ってね。集中力、集中力。また当たった。よっしゃ、おっしゃっしゃ。これはいったぜ。これは当たったじゃないだろう。ビリだ。ビリだ。このためにいった。このために頑張ってきた。よしよし。おお、いいさいいさ、やったぞついで。そうそう。なんか優しいな。これはビッグオーモンだ、ね、カメラ回ってるけ。出たね。出ました。出た。来たかいがあるぞ。よいしょ。どう感想。ああもう言葉にならない。言葉にならない。泣きそう、うん、泣き嬉しいよね、やっぱ嬉しいです、ね、やっと取れたね、うん、笠子王子のニックネーム変顔丸2日頑張ったもんね、はい、うん、だってだったかったね。でけえ。おい。がっぽり、がっぽりか。がっぽりじゃないな、危ないな。危ないな、靴の端っこ。ノーがっぽり。ノーがっぽり。あんま無理しなくてよかった。おっきい。入っていいんですよ。
よし、僕はもうこれ一本でいいね。あとは座っときますお邪魔しましたこんなウニさんは嫌だしです。もう来た来た、まあまあ、そこでもありますよ。はいはいよし チーズ。あー、めっちゃ天気チーズ。OK です。ありがとうね。自分の写真だけ撮りたいねんか。よし時間差でも立てよ、頑張れよ。よいしょよいしょ、よし、動いた。すげえスピードで潜ってくる。うん。太いね。これ見てこれ。最高今の。これやりたいだ、これやりたいだけに思わず作るのもん。持って帰りもしない。あー、こけたよ。今は本当に神が降りてきた。そうですね。ええ。ですね。どんな感じこの部分？まあ、巻きれね。おお。はい。レモンつけて。すごいよ船長。ボコボコじゃない？いや、皆さんの腕がいいんですよ。腕がいい、船長がいい、船がいい、お客さんもいい。みんないい。みんないいね。最高。で、なんといっても、この子が素晴らしいですよ。素晴らしいな。よく釣れるね。はい。かっかさくも。最高。コモ君、この色好きやね。さっきも釣れたんで。うん、で、昨日も使ってたね、これも。はい。赤とか好きな。お天気が特にね、赤旗特に釣れるんですよ。赤旗はなんか。大きいどう？今日はどうだった？そうですね。だいぶなんかこう大物の釣り方がなんとなく分かってきたところですが、なかなか大きいのは当たらず。まあ大きいのは運だからね。うん。人の同じ船でね、流してるわけだからそんなに技術の差があるわけじゃなく、そこはタイミングだけなんだけど、あの。聞きたいな、ね、モンキーずっとおかっぱりでいろんな旗やってたから、はい、ボートで釣る大物とおかっぱりの大物となんかこう自分なりに違う感じは。そうですね、やっぱりこのジグヘッドを使って攻めれるのはオショアならではなのではないかとは思っています。 おかっぱりだとなんで手がかかるからです。そう、ただやっぱりそのヘッドとこうなんかフックが固定されてるリグっていうのは必要だなと思ったので。釣りやすいだろ。すごい。そうですね、ねえ、うん、なので、まあ、今後そうですね、ジグヘッド、まあ、寝掛かりづらいジグヘッド、まあ主に完全なあのアニメエリアじゃなくても、そうですね、ね、昭和からでも釣れるので、はい、そういう時のジグヘッドリグっていうかね、そうですね、今後の参考になったよね。はい、いろいろやってみると昭和に生かせれば引き出しが増えるそうですね、うん、やっぱり今日なんかはこう
根のあるところから外れたちょっと外側なんかで当たることが多かったので、まあ、根なんかを意識しつつも外れたところ、で、まあ、深いところでちょっと生き物を狙って攻めれたらなと、了解。あと10分ほど、僕が10分だな、はい、楽しんで頑張ります。はい、頑張りましょう。水道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